はい、それではインタラクテティブシステム特論の第9回を始めたいいと思いますで次回はですね次回以降になりますけれどもえ皆さんのプレゼンテーションを提出していただくという最終課題になります。でその後にその最終課題に対して、まあ、みんなで視聴してそしてまあ評価をつけるというようなことをやっていきますので、まあ、詳しくはウェブページに書いてありますのでそちらを参照してください。 最終プレゼンテーションの準備を始めていただければと思いますで。今日は講義としては最後になります。移動感覚インターフェースについてのお話をして、この講義を終わりたいと思います。でまあ、トピックとしては移動感覚のメカニズム、歩行感覚提示、登場感覚提示、そして巨大化を避ける試みということでお話ししていきます。で移動感覚というのは、まあ、バーチャルリアリティ的なシステムの中で、 もしかすると最大の難問かかももししれれないといととううふうに思われますでもしかすると今最も足りていないことの一つかもしれません。というのはどういうことかといいますとこれまでお話してきた視覚や聴覚や触覚もちろん他にも味覚や嗅覚の VR のシステムというのはあるんですけれどもそういったことを組み合わせていくことによって皆さんが知っているようなこういった映画 やアニメーションであるとかそういったところで展開されているような世界というのが作れるかというふうに考えるとなかなか作れないわけですね要は我々はバーチャルリアリティの世界の中で自由になりたい自由な身体を得たいというふうに考えるわけですけれども飛んでり跳ねたりできないことにはそれがなかなか達成できないわけですでそれがまあ 必要かかかどううといいののはままた別の議論かと思いますですけれどももしも我々が理想的な VR 世界というのを作りたいというふうに思ったならばこの移動感覚というのは重要になってくるだろうというふうに思われますで移動感覚と一言で言いましたけれどもこれは非常に複合的な感覚ですで歩行で考えてみますと歩行には例えば足の裏で感じられる触覚がありで当然その同時に力覚がある。 そして、まあとでお話ししますけれども耳の奥で感じられる加速度というのがありましてそして視覚的に感じられる速度というのがありますでこれらが全て複合されて移動感覚と歩行における移動感覚というものになっていると考えられますでそれに対して運転のことを考えてみますと、まあ、先ほどの触覚や力覚というのは考えなくていいことになりますので、まあ、結局加速度や速度について考えてやればいいということになります で先ほど加速度や速度ということをお話ししましたけれども、速度というのは我々身体の中で感じているかというと、まあ、実際には感じていないということにま注意しておいてください。どういうことかというと、まあ、例えば我々宇宙空間にいたとしても、その宇宙空間の中でものすごいスピードでもし動いていたとしても、我々はそれを知覚することはできないわけです。つまり、等速運動においては、 まあ物理的には法則運動というのは止まっているのと同じであるということですじゃあ速度というのは我々は何で知覚しているかというと、まあ、視覚的な手がかりによってまあ得ているわけですねでそういうもののことをオプティカルフローというふうに言いますでこの動画私が昔サンフランシスコで撮った動画でちょっと持ってきたんですけれども、まあ、ケーブルカーに乗ってまあ進んでいくような、まあ、一種ジェットコースターのような状況の時のまあ動画です でこういったものを見ると我々は前に進んでいるあるいはこの場合ですと下に降りていっているということをまあはっきりと感じるわけですねでそういったまあ視覚による自分の運動というのを知覚する現象のことをベクションといいううふうに言いますつまり運動しているような視覚的手がかりから観察者自身が運動しているように知覚するということを我々はまあすることができるということになります ですから分かっておいていただきたいのは速度に関してはおそらく視覚を提示するしかないであろうということになります。でこのベクションを提示すること自体が例えばインタラクティブシステムの例になった例というのもあります。でこれはすでにこの授業の中でお見せした例になりますけれども我々の方でレンチケラーをレ,ンレンズを用いた歩行誘導というのをやったことがあります。 ポイントは何かというと我々は流れ場を見ている最中に歩いているとその流れ場によって少し運動が変化するとだこれを使ってやることによって右方向左方向に人の流れを制御することができるんじゃないかというふうに考えて行った研究になります。 でまあ、実際にこれはあの流れ場をプロジェクターでやっている例ですけれども、まあ、最終的にはレンチキラーシートを使った例を作ったということを、まあ、以前お話ししたかと思います。でこのベクション実は聴覚においても発生するということも知られているので少しご紹介しておきます。でこれ要は音源の回転です音源がぐるっと回転した時に自分自身が回転しているというふうに解釈することがある。 ただし、これで分かったことは何かというと、単に音源が回転するというだけでは、ちょっとそのベクションというのは弱くて、で同時にです、ね、あの足元にターンテーブルのようなものを用意しておくんですね。でそのターンテーブルを足で回すということをしてやると、まあ ターンテーブルしか本当は回っていないんですけれどもその時に音も同時に逆方向に回転させるということをやってやるとあたかも地面は止まっていて自分の体が回転しているというふうに感じられるということが報告されていますですから先ほど視覚だけで速度が知覚されているというようなことをつい言ってしまいましたけれども実は聴覚においてもベクションというのは生じるということになるわけです。 で運動感覚において、まあ、おそらく一番重要なものは内耳の中にある前提器官というものですで内耳というのは、まあ、三半器官や卵系のや球系のという、まあ、これからお話しするような運動感覚に関係するような器官がいくつかありますでそれ以外ににすで この授業の5回目ですかねでお話した音に関する近くを司る鍵ぎゅ感というのがあってそれでこの前提期間というのこの部分が内耳というのが構成されているということになりますでまず三半期間からお話ししますでこの左側の動画は何かというとこの耳をスキャンした三次元スキャンしたものをぐるぐる回して見ているものですが3つの輪っかが今ちょうど 回ってきてきいいいるるのがお分かかりいただけるかと思いますでその向こう側にあるのがカタツムリの形をした下牛管なわけですね。でこの3つの輪っかの中には、まあ、当然リンパ液という液体が入っているんですがでその液が入っている状態のものというのをこう回転させてやると何が起きるかというと当然その回転と 逆向きに相対的には逆向きに液体が動くということになります、まあ、液体が空間中に静止しようとすることによって液体が逆向きに動くということになりますでこの時にこの半器官のこのえ、えー、輪っかの中には有毛細胞が存在していますでその有毛細胞がこの液体の動きによって振られると動かされるということによって、まあ 回転方向の回転加速度というのを感じることができるというのが半期間の働きですですからま3半期間という名前がついている通り3つのま半期間がそれぞれ別の軸についているわけですねです非常によくできている仕組みになっています でじゃあ回転加速度に関しては半期間であるとしてじゃあ平心方向の加速度は何かというと球形、まあ、能と言われている部分と卵形能と言われている部分にその平心方向の加速度を近くする部分があります。で今度はやはり、まあ有毛細胞が働いているんですが有毛細胞の上に重りが乗っているような状態になっているんですね。でその重り、まり、あ、砂のようなものらしいんですけれどもその重りがですねこの 加速度が加わることによって右方向左方向に動くとでその動きというのをやはり有毛細胞の曲げによって感知するというような仕組みになっていますこれによって例えば重力方向というのを人間は正確に近くすることができるとやはり三軸方向を近くすることができるようになっています、はい、では次に歩行間隔の提示の方法について見ていきます で歩行感覚を再現する方法というのは、まあ、あのかなりたくさんの流派があるんですけれどもそれをざっくりと分けてやるとおそらく足踏みパッシブ式それから歩行制御式それからトレッドミル式で最後に装着型というのがあるんじゃないかなというふうに考えられますでそれぞれここでお話しするのとあと最,最後に応用例について少しお話しできればと思います で歩行感覚の提示というのは今かなりホットなトピックでして、まあ、最近の詳細な分類のをしたような論文も出ていますのでもし興味のある方はこういったものを参照していただければと思います。あくまでも今日の分類は私の方で分類してみたものになります。でまずは足踏みですで。足踏みということで言うと要は えーまあ、バランスウィーボードを皆さんご存知かと思います。でバランスウィーボードの上に乗った状態で、まあ、歩く、あるいはジョギングをするというような、まあ、ゲームを見たことがあるんじゃないかなと思います。あれですね、であれが結局のところ、まあ、足踏みなんだけれども、まあ、例えば画面の中で前方向に進んでいくと、あるいは、まあ、例えば重心の移動、ちょっとした移動を使うことによって右や左に曲がるというようなものになっています。まあ、それでも十分 ゲームとしては成立すするわけですねで左側のものは何かというとこれ IVRC というバーチャルリアリティコンテストで出てきたものなんですけれども、まあ、同じような足踏みのインターフェースではあるんですけれどもターンテーブルになっていますターンテーブルになっているので右方向左方向に体を曲げた時に、まあ、少しずつその体を元の姿勢に戻してくれるというような、まあ、仕組みが備わっているようなものになります。 その場で、まあえー、足踏みをするというのの、まあ、別のものということではしごを登るというような研究もあるので持ってきました。これは要は実際にははしごを登っているわけではなくてそこで足踏みをしているんですけれども、まあ、そこでまあ視覚的にですね視覚的な HMD の映像の中ではしごを登っていくというような状況を見せているものになります。 でこれはですね、今度はパッシブな例として持ってきました。シーグラフアジェの2018年に出されているものです。これ YouTube 動画ぜひ見ていただきたいんですけれども、ここでパッシブといっているのは何かというと、手や足の動きをですね、ロボットにさせてるんですね。つまり、この椅子に座った人というのは、手の振りや足の動きというのをある意味強制的に行わされます。で、事前に撮っておいた映像が、 まあ流,され流されるわけですねでこの場合にはさらにファンなんかもついていてまあ風の感覚も提示されたりもします。これがですね、パッシブに手や足を動かされているにもかかわらず、これがなかなか臨場感が強く出ます。要は 映像を撮影してていいるるにに同時に加速度も記録されているわけですつまり映像撮影と同時に足,の足を動かすような情報というのも捉えられるのでそういった情報を再現してやるということをやってやると、まあ、動かされているにもかかわらず臨場感としては非常に高いものになるという事例になっています。で今度はです、ね、歩行間隔を ちょっとと体の別のの別部位でで表現ししてやろうといういい試みがいくつかあるので紹介しますでこれは右のものも左のものも両方とも、まあ、同じ研究者のグループで行われているものなんですがで左のものが最初のものですね何かというと、まあ、足で歩く歩用、まあ、コツコツコツという歩く感覚をですね、まあ、頭の横方向からコツコツと叩くということによって、まあ、感じさせるというようなものになります。 で右側のものは、まあ、今度は叩くというのではなくて、まあ、振動モーターを使って似たようなことをやってやるというようなものになっています。で両方ともです、ねまあ、リアリズムが上がる、非常にまあ臨場感が上がるということだけではなくて、まあ、実はそれをやってやることによって VR 酔いが軽減されるというようなことも発見しています。VR 酔いというのは、まあ、えっとちゃんとご紹介してなかったかもしれませんが、要は VR 映像を見ているときの まあえー、気持ち悪くなるような感覚なんですけれどもそれがこの歩,か歩行感覚というのを簡単に提示してやることによって軽減されるという報告になります。で今度はですねもう少し思い切りよく思い切りよくまあちょっと考えたような研究になります。何かというと歩行感覚というのをもう全然違うもので表してやろうと。で何かというと 指ですね、要は2本指を用意してやって、その指の右足と左足が両方、それぞれ、指の、まあ、人差し指と中指ですね、がそれぞれ右足と左足、まあ、あるいは左足と右足に対応するというようにしてやって、まあ、それで歩いたことにしてしまうと、でタブレットを使ってやれば、それでまあ歩いたような状況、まあ、少なくとも操作はできるというような、まあ、要はキャラクターの身体。 の足の部分の情報というのを我々ユーザーの方の手に対応させてしまう、やるというような EV、違う部位への触覚提示ということである種の解決を図ったものということになります。ここまでで足分野パッシブ方式というものについてご紹介しました。次に歩行制御、英語で言うとリダイレクションについてのお話になります。まずですね、ルールベースで 実際に歩いているんだけれども無限に歩けるというようなことができるというようなことをちょっとお話しておきますこれ実はこの小説に書いてあった一つのアイデアだったんですけれどもあまり詳しくは言いませんけれども要は十字路をたくさん用意してやるわけですねで部屋自体は有限の大きさであるとだけれどもその十字路に立つたんびに一度止まりなさいと いうルールーだけけを設定しておくわけですで止まるたんびに世界がくるんと90度だか180度だか270度だか回転するというそれだけのルールを作ってしまうとやるとでそのルールを受け入れてやるだけで実は無限に前に進むということが、まあ、視覚的にはできてしまう 実際にはその人というのはぐる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 回っているんだけれども無限に歩いているかのような状況を作ることができるというような仕組みになります。でこれは実際にこういうことをやった人がいるかどうかは分からないんですけれども私は小説の方で見かけただけなんですけれども非常によく考えられているものかなというふうに思います。実際ですね まあそれに触発されたというわけではないと思うんですけれどもちょうど2011年ぐらいの頃だったと思うんですが視覚による歩行のリダイレクションという研究が非常に増えました何かというとこの左側のものは何かというとまあリダイレクテッド・ウォーキングというふうに言われているもので要はまっすぐ歩いているつもりの人のヘッドマウントディスプレイの中で映像を少しずつ右や左に動かしてやる なるべく気づかれないぐらいの量を動かしてやるわけですねで、そうするとまっすぐ動いているつもりの人は少しずつ右や左に反れますで、こうやって反らすことによって何,を何が嬉しいかというと有限の狭い部屋の中でも無限にまっすぐ歩いているつもりになれるという状況を作ることができるわけです で実際、彼らは実,体験験実,、まあ、実験をしてみまして、まあ、大体テニスコートぐらいの大きさのスペースがあれば、まあ、無限に歩いているようなギミックを作ることができるということを明らかにしています。で右側のものもです、ね、これもまあリダイレクションの研究ということなんですが、今度は何をやっているかというと、まあ、部屋を用意しているわけですで。このバーチャルな部屋に入って いてそして、まあ、机があるなと、まあ、扉を入ってみると机があるなという状況なんですが実はその机を見た後に「ふ」と振り返るとこの扉の位置が変わっているんですね。ですけれども、まあ、大抵の人はこれ扉の位置が変わっているということに気づかないんですね。 でそうやって、まあ、扉の位置というのを、まあ、見てない時にこっそり変えてしまうというようなテクニックを使うことによって、まあ、狭いスペースを有効に活用するというような、まあまあ、ギミックを施すということをやっています。両方とも、まあ、ある種のリダイレクションということで、まあ、ある意味、まあ、似たような技術かなというふうに思います。でこういった研究がです、ね、この後、まあ、現在に至るまで非常にたくさん行われるようになりました。 で例えばですね、これは眼球運動計測とリダイレクテッドウォーキングを両方とも合わせたような研究でして、何をやっているかというと、まあ、すでに授業でお話したように、錯計度を起こしている最中というのは、まあ、視野の視覚が,下が落ちるわけですね。ですので、そういった錯計度を起こしている最中に、こっそり映像をずらしてしまうということをしてやると、実は人間はそれに気づかない。 なので、リダイレクテッドウォーキングをよりロバストに行うことができる、より気づかれずに行うことができるというような研究になります。であと、これはですね、やはり眼球運動計測をするんですが、もう少し簡単な計測ということで、目の開閉線をセンシングだけします。それはぶん簡単なわけですね。 で目が閉じているとき瞬きの瞬間にだけ映像を動かしてしまうということをやることによってなるべく気づかれないようにするというようなことを提案している研究になります。で視覚によって、まあ、そういうある種のリダイレクションを行うという研究というのは、まあ、ジャンプで行うということもかなりたくさん流行りました。で私が知ってる限りではこのジャンプに関して ある種の VR 空間での増強を行うという研究は2014年の日吉ジャンプというこの左上の研究が一番最初じゃないかなと思います。要は何をやっているかというとドローンでもってですね非常に地面から非常に高いところまでの映像というのをあらかじめ撮っておくわけですね。 で人間がジャンプしたときに、そのジャンプの動きに同期させて、このドローンで撮った映像というのを流してやるということをやってやると、あたかも我々が、ほんのちょっとジャンプしただけにもかかわらず、ものすごい高い、100メートルぐらい高いところまでジャンプして、そして地面に着地したというように感じさせるということができるということです。 で左下のものと右上のものというのは、まあ、少し近い2つ近い研究なんですけれども何をやっているかというと今度はジャンプはジャンプでも前方向へのジャンプに関して少しリダイレクションのテクニックを使ったようなものになります。すなわち まあえー、ちょっとだけジャンプするんだけれどもそれが VR 空間中では大きなジャンプにするというようなことをした時に、まあ、バレるかバレないかどの程度だったらバレないかというようなことを研究したものになります。でこれまでお話したこの、えー、3つの まあ例を見たときに、まあ、おそらく鋭い人だったら気づくんですね。何かというと、例えばこの左上の日吉ジャンプのような状況のときには、ジャンプ自体の能力、人間のジャンプ自体の能力というのは変わっていないので、対空時間を制御することはできないわけです。つまり、1 0 0ルジャンプして地面に着地するというときに、その対空時間を例えば、 数十秒にするなんてことは当然でできなないわけですねなのでそういう意味では少し不自然感がある状況になるわけです。でそれに対して例えば右下のものは何をやっているかというとハーネスによって体を持ち上げるというようなことをやっています。でこれによってある程度、まあ 重力加速度が小さくなったような状況というのを作ってやることによってある種対空時間ををばししてそれでジャンプを増強しよようううといなううな試みになります実はこういったジャンプの増強というのは、まあ、ここではご紹介しませんけれどもあのこの授業で何度もお話しているバーチャルリアリティコンテスト学生対抗バーチャルリアリティコンテストでも、まあ、何度か出ているようなテーマになります。 でこれをですね、今度は、対空をするというよりも、空中に浮かぶというような状況を作ってやって、この場合にはパラセーリングの体験をするというようなまあバーチャル IT システムになります。非常に気持ちよさそうな動画なので、ぜひ見てみてください。 でこういった空中に対空させる、あるいは空を飛んでいるような感覚を提示するということでいうと、おそらく筑波大学にあるバーチャル IT 施設であるラージスペースというのがおそらく世界最大のものなんじゃないかなというふうに思います。でこれもです、ね、非常に広いススペース の中で人間をワイヤーで宙づりにするというようなことをやっていましてあたかも人間が羽ばたいて空を飛ぶことができるようなバーチャルアイティシステムというのを作っています。でここまでは視覚をある程度コントロールするということが主なテクニックだったわけですけれどもそれに対して触覚の手がかりというのも付け加えてやることによってリダイレクションの まあ、能力が上がるというような研究がまいくつか行われています。例えば、これはアンリミテッドコリダーっていうま非常に有名な研究です。ぜひま youtube の方で見ていただきたいんですけれども、何をやっているかと言うと、まここに映されている壁がありますよね。で、この壁というのが大きな円筒形をしているんですが、この壁を触りながらま vr 空間をま歩くというような状況を作っています。 でこの壁実際にはここで見えるように曲がっているわけですけれども VR 空間中ではままっすす。ぐな壁といいううようにしていますつまりこの壁を触りながら歩いている人でヘッドマウントディスプレイをつけているので実際の視野は遮られているんですがそういう体験者にとってみれば壁を触っているという触覚手がかりが与えられていることによって非常に強くまっすぐ歩いているという感覚がするんですね。 ですので、すのこれまでのリダイレクテッドウォーキングとは全く比べ物にならないぐらい、まあ、小さな極立半径でもまっすぐ歩いているような感覚が実現できるということを示した研究になります。で同様にです、ね、触覚手がかりによる補強というのを、まあ、同じ研究グループの人たちが別のアプローチでやっています。何をやっているかというと今度は階段を上ると。 いうことを、実際には階段を上らずに感覚として提示するというものになります。で、この時のポイントは、足元にまあ凸凹の、まあちょっとした板のようなものを置いておくんですね。で、この板の微小な傾きの違いによって、ちゃんと登っているというようなことが、足の触覚の手がかりとして感じることができる。 で当然それだけではなくて視覚映像も組み合わせるんですけれども組み合わせることによって非常にリアルにまっすぐ登り続けているという感覚を提示することができます。でリダイレクションということで言いますともう少し、まあ、ある種の強制的なアプローチというのがあります。でこれはですね筋電気刺激によるリダイレクションです。 要は足の筋肉を電気刺激してやることによって足を回旋させることができるわけですねで足をある種こっそり回旋させることによってまっすぐ歩いているつもりの人の軌道を曲げることができるでそれとヘッドマウントディスプレイの映像の操作というのを組み合わせることによってまあリダイレクションをより効率的にやろうという研究です 実世界での歩行ナビゲーションに使おうという方向性の研究や VR 空間でのリダイレクションに使おうという方向性の研究があります。で我々の方でもですね、こっちのハンガー反射を使うことによって歩行制御をして、ひいてはある種のリダイレクションができないかということをやっている事例がありますので、こちらは動画がありますので見ていただければと思います。 ハンガー反射についてはすでに前回お話したのであまり詳しいことは言いませんけれどもハンガー反射というのは実は体のいろんな部位で起こるわけですね。でこの研究の場合には空気圧アクチュエーターを使ってやることによって腰へのハンガー反射を非常に効率的に提示することができています。 でですのでこの映像の人は腰にまあこの映像だと何もつけていないように見えますけれどもこの服の中にですねこのハンガー反射デバイスをつけていてそれでまあリダイレクションが行われているという状況になりますちょっと見てみてくださいまあこんな感じで右や左にコントロールすることができるということになります これ日産交換の前ですね、はい、で次にですね歩行感覚の再現ということでトレッドミルを使った例についてご紹介しますでトレッドミルというのは、まあ、おそらくご存知かと思いますけれども、まあ、皆さんがです、ね、スポーツジムに行ったりすると見かけるようなものですで非常に大型の、まあ、スポーツ選手が使うようなトレッドミルもあれば、まあ、小型の 1m や 2m 程度のようなものもあります でトレッドミルを使った歩行感覚の提示というのは実は結構古典的でして先ほどのリダイレクションの研究よりも先にあったんじゃないかなというふうに思います。で要はポイントとしてはトレッドミルというのはベルトを回してくれるのでまっすぐ歩くと、まあ、そのある歩いて前体が前に行くとその後ベルトが回って、まあ、体をある一定の位置に保ち続けてくれるわけですね。 ですので、まあ、ある種簡単に、まあ、無限に歩き続けるということが物理的にできるということになります。で一次元のトレッドミル、まあ、通常トレッドミルは一次元ですけれども一、まあ、次元のトレッドミルという言い方をするならばそのトレッドミルを使って無限に歩ける感覚を使う作るという研究が、まあ、たくさん行われています。で例えばですねこの左のものでいうとまっすぐ歩いてしかも、まあ、坂道を登っているような感覚を出していたりだとか あと、ウィンドディスプレイと書いているものはその歩いている感覚と風の提示というのを組み合わせたものであったりだとかであるいはこの左側のあ右側のアトラスというものですとこちらも実際に歩いていてしかも方向転換もするようなものになっていたりだとかで最後のこの一番右のものになってくると今度は床の凸凹ぼこまで再現するような でしかもまあベルトがちゃんと動いていくというようなデバイスになっていたりします。ですのでまあかなり大掛かりなものではあるんですけれどもこれでまあしっかりとしたまっすぐ歩き続けるということはま実現するというできるということになります。で当然ですね一次元のトレッドミルということができるならば二次元で歩けるようにしたいというふうに思うわけですね。 おそらく一番最初にこの二次元のトレッドミルの動作というのを実現したのはこの IEEE の99年の研究かなと思いますで。どういうようなものかというと、まあ、トーラス構造のトレッドミルなんですね。この右下の図を見ていただければ分かるかと思います。要は何かというと小型のトレッドミルを用意してやると。 でその小型のトレットミルを非常にたくさん並べてやることによってそのトレットミル群がベルトのように回転するという別のトレットミルを構成するということになります、まあ、非常に大掛かりな装置になってしまうというのは、まあ、見てお分かりになるかと思いますけれども、まあ、それによってちゃんと X 方向にも Y 方向にも動くということは実現できるわけですね あるる種商用にはなっているようですで実際こういった YouTube 動画で見ていただければと思うんですけれどもなかなか動画で見るとスムーズに歩き X 方向 Y 方向に歩けるものというのが実現してきていますただまあやはり私は値段を聞いたことはないんですけれども非常に大がかりなものになってしまうのは仕方がないかなというふうに思われます で実はですねこういったトレッドミルというのは、まあ、人間に対して行うトレッドミルは非常に大型が,がりなものになってしまいますが、まあ、例えばマウスのようなものに対するトレッドミルということで考えると実はマウスよりも十分大きな球を用意してやってその球を回転させてやれば、まあ、十分トレッドミルとして使えるようになります。 でそういったものというのはです、ね、マウスの迷路課題実験のための VR 環境ということで作られていたりします。でなぜこういうものが必要かというと、まあ、よくあのマウスを使って迷路課題を解かせるというようなことはよく行われますが例えばこういう研究ではです、ねまあ、マウスの脳活動というのを針で計測したいわけですね。ただ実際にマウスの脳活動を計測するためにはやはり頭を固定しないとどうしても計測できないと。 で頭を固定しつつマウスに歩かせるためにはどうしたらいいかというとやはり、まあ、トレッドミルしかないということでこれは,実,はです、ね、実際にトレッドミルを動かしていますしさらに視覚映像も動かしているということでもはやこれは完全に VR 環境ということになります。 でトレッドミルがやはり二次元的なものはまあ大変すぎるということでほか、まあの選択肢ということで滑らせる床を滑らせるというようなことも検討されています。 でこれです、ね、バート X オムニというものなんですけれども、まあ、足の部分がです、ね、滑るとでもちろん滑るだけだと危ないので腰の部分がしっかりと、まあ、固定されつつも、まあ、動くこともできるというような状況を作っているんですけれども、まあ、これによってです、ねまあ、足をある意味、まあ、歩くような動きをさせながら、まあ、ヘッドマウントディスプレイと併用することによって、まあ、ゲームの中で、まあ、使うことができるというようなものになります。 でこでこですね通常の床と滑る床の違いということに、まあ、少し注目しておいていただければと思います。要はですね通常を歩く時というのはキック力というのが斜め下方向に出てそれによって、まあ、作用・反作用によって、まあ、推進力というのが生まれるという状況になっています。でそれに対してトレッドミルというのは推進力による仕事が 全全くくなななななさされれれいいいももしも制御が完璧であれば全くなされないという状況になりますつまりいくら足を動かしても体が全く前に進まないというのは何に近いかというと実は氷の上でアイススケートのスケートを履いて普通に歩こうとした状況と同じになるわけですね。でそれで想像していただくとお分かりのようにこれはかなり不自然な歩きということになります。 ですのでトレッドミルを使った場合の一つの技術的なポイントというのはこの滑る床の感じというのを低減させなきゃいけないということになりますで一番簡単な考え解決策は何かというと非常に大きなトレッドミルを使うことですで非常に大きなトレッドミルを使ってそしてまあ人間がある程度走り出して速度が一定

人間の体を後ろから引っ張るというような方策をとっていますで、後ろから引っ張ることによって人間に牽引力による適切な仕事をさせるということをすることによって先ほどのトレッドミルの違和感を解決するというアプローチをとっていますであのこれまでとは少しは違う話になりますけれども床面にアクチュエーターを置くという考え方からすると実は床面を を横方向に動かすというだけではなくて床面を振動させるということも、まあ、一つの歩行感覚の手がかりを与えることになります。でこの研究はですね、まあ、かなり有名な研究でこれもぜひ見てみていただきたいんですけれども床面に、まあ、床をタイルで構成しておいてそしてタイル のそれぞれに圧力センサーを置いておいてその圧力センサーが反応した瞬間に大型スピーカーで床面を振動させるということをやっています。これをやってみるとですね例えば足,を踏んだ足で踏んだ瞬間の下柱の崩れていく様子であったりだとかあるいは氷の湖の歩いている時の 氷がちょっとひび割れててしまっっいいるととうちょっとスリルのあるような状況というようなものを提示することができています実際これですね私自身が昔体験したことがあるんですけれども非常に感動しました単なるある意味単なる振動の提示ではあるんですけれども靴を通してその振動を感じるだけで、まあ、ちょっと先ほども言いましたようにスリルが感じられるぐらいの 氷が割れるようなひび割れるような感触というのを提示することができますですから床面に振動を提示するというのは実はかなり有望な方法じゃないかなというふうに個人的には思っていますはい次に装着型のお話にいきますでこれで少しまあ皆さんお分かりいただけるかと思うんですが 例えば触覚ディスプレイにおいてもあるいは力学ディスプレイにおいてもあるいは例えば視覚ディスプレイにおいても環境型の装置と装着型の装置というふうに非常に大きく分けることができたわけですね。ですのでこの歩行感覚の再現においてもやはり装着型ということで1つのカテゴリーが出るできるだろうということは想像がつくわけです。 で歩行間隔における装着型というのの一つの形態はフッットパッド型です要は先ほどまでの無限歩行というのをトレッドミルで行うのではなくてそれぞれの足がパラレルリンク機構の上に乗っていて、まあ、歩くことができるというようなものになります。まあ まあ映像で見てもです、ねまあ、少しこれ不安定なんじゃないかなと不安な感じがするなというふうに思われるかと思うんですが、まあ、実際、これはです、ね、なかなか難しいところが多くて、まあ、今現在あんまり流行っている方法ではないかもしれませんでそれに対してです、ねまあ、足を完全にコントロールしてしまうのではなくて靴底に、まあ、例えば振動を停止するというような方法をとっている研究は非常にたくさんあります。 例えばこの左側のものは何かというと、これの場合には振動を提示するというよりは足音を提示しているんですけれども、足音を変えてやることによって、例えば歩用によって足音を変化させてやると、走っているときであったり、ゆっくりと歩いているときであったり、それにま 適した足音というのがあるわけですけれどもそれを提示させてやることによって臨場感が高まるというような研究であったりしますこの場合足裏センサーでその歩き方というのは取得しているわけですでそれに対して右の研究は何かというと、まあ、歩行中の映像を記録しておく実際に記録しておくで同時に足裏の振動も記録しておくということをしますで その映像を再現する時に実は映像の再現と同時に足裏の振動も再現しているということだけで実は臨場感が向上してしかもいよいまで少なくなってしまうというような研究になります。 で靴底をももううう少しメカニカニルに動かすすとといいうようなことも行われています例えばこの左側のものというのはカブズという研究ですけれどもこれある種の芸術作品アート作品として提示されているものだったかと思いますけれども足底を靴底を傾けるんですねで人間というのは実は地面が傾くとその傾いた地面の下り側に少し 歩様、まあ、が変化するというふうに、まあ、人間は普通歩くとそうなってしまうので実は靴底をちょっと傾けるだけでその人間の歩行を制御することができるというようなものになりますで右側のものはですね今度は、まあ、MR ブレーキという、まあ、ある種のアクチュエーターを使って、まあ、靴の高さいろんな高さを表現できる靴を作ったと VR 空間中でいろんな高さが表現できるというようなものになります でここからは応用例についていくつかお話ししていきます。で応用例の1つ目はスキーですね。でやはりですね、まあ、あの前回は確か、えー、ゴルフというお話があったかと思いますけれども、人間ですね、あのお金をかける、まあえー、分野というのがありまして、まあ、よく言われているのはスキーであるとか、あとゴルフ、それから釣りですね。 でこういったものっていうのはなかなかまあ非常に奥の深い趣味の世界ではあるので、まあ、かなりお金をかけてくれる人はかけるんですね。ですので実はバーチャルリアリティ的なセットアップというのもそういった場面で非常に大きく導入が先に進むというような面があります。 でこれはスキーシミュレーターなんですけれどもスキーのシミュレーションというのは非常に多く実は提案されていまして商品化されているものもかなりたくさんありますで移動感覚インターフェースのこれまでお話しした大体の方法がスキーシミュレーターで試されています 例えばこれは何かというと床面を単に傾けるだけといえばだけなんですけれどもそれと映像を組み合わせてやることによってスキーのシミュレーションをしてやろうというようなものになりますで振動も提示されるものになりますでこれは何かというとエンドレススロープというものですけれどもこれまさにトレッドミルですよねでこのトレッドミルによってスキーやスノボー をまあ、家でもずっと楽しむこととができるというようよななものになりますでこれもです、ね、あのスキーのシミュレーターとして非常によくできているものでこれなかなか迫力があるのでぜひ動画の方で見ていただきたいんですけれども非常に広い横の範囲を滑るような感触というのを出しているものになります。で今度はです、ね、これはゴルフに関するシミュレーターということになります。 ただコントの場合には足に対して何かを提示するというのではなくて床面のテクスチャーを変えてやるということによってゴルフのシミュレーションを実現しています。でこれさらにですね実は床面が傾いたりするんですね。ですのでその床面も傾くというようなことまでやってやることによって実際のゴルフを まあ実際のゴルフ場を回っているような感覚を楽しむことができるというようなものになりますやはり先ほどちょっとお話したようにスキーやゴルフというのはなかなかこういう部分っていうのが進歩している分野なんですねで今度はこれまで歩行の感覚についてのお話をしましたが登場感覚乗っている感覚についてお話ししていきます で初めにもお話したように乗っている感覚というのは足裏の触覚を定義するために苦労する必要がもはやないわけです。ですので速度の感覚あるいは加速度の感覚をどうやって定義すればいいかということになります。 で速度の感覚に関してはすでにお話したように視覚的な球というのが圧倒的なので視覚で提示してやればいいしかもヘッドマウントディスプレイなんてものはもうあの、まあ、世の中にあふれるようになったわけですねですので加速度をいかに提示するかということが鍵になってきますすなわち耳の奥に存在しているその内耳の部分に存在している受容器をいかに刺激するかということになります で一番典型的な例は重力を利用することによって本当に加速度を提示するというものですつまり我々の世界には物理世界には重力加速度という加速度が常に働いているわけですねですので、まあ、人間を乗せたシミュレーターを傾けてやるという単純なことをしてやるだけでそれに乗っている人間というのは 前方方向向や後方向に加速度感を感をじますすなわち重力加速度の一部の成分を前方向や後ろ方向の加速度というふうに勘違いしてくれるわけですね。で当然限界、これだけでは限界があって、まあ 例えば下方向の重力加速度がどんどん減っていくわけですからそういう意味でいつか気づくということはあるんですけれどもただそれにあっても傾けるだけで定常的な加速度感を提示することができるというのは非常に強力なツールになるわけですですのでいわゆる訓練用のシミュレーター飛行機のための訓練用のシミュレーターというのがあるんですがそういったシミュレーターというのは基本的には傾けることによって ま加速度感を提示するということが大きく行われていますただ傾けるだけでは先ほども言ったように限界があるということをお話ししましたで結局のところある程度やはり本当に例えば水平方向なら水平方向に動いてやってそれによって加速度感を提示してやるということがやはり必要になってくるわけですね でですので実はこういった装置というのはきり、まあ、がなくて非常に大型化するということが、えー、まあ生じますで。例えばこれは NASA にある装置ですけれども、まあ、宇宙飛行士の訓練用の装置ですけれども、まあ、傾けるための部屋この,あの白い部屋というのが人間が入れるぐらいの大きさの部屋なんですがその傾けるための部屋自体をさらに XYZ ステージで動かすというような非常に大掛かりな装置ということになっています。 でさらに大型のシミュレーターということで言いますと、おそらく世界的に代表的なものの一つが、トヨタが持っているこういったシミュレーターじゃないかなというふうに思います。で、これ、あのこの写真のですね、右側の写真の白いドームみたいなものがあると思うんですが、そのドームというのが直径7.1メートルです。 でこのドームの中にこの左側の写真にあるように本物の自動車が固定されて置いてあるんですね。でこのドームがこの写真のように傾いてさらにこのドームが大きな工場の中みたいなところに入っていましてで X 方向 Y 方向に非常に速いスピードでシューンと動くんですね。 でこの平身方向の動きと傾きというのを組み合わせることによって加速度感というのをしっかりと感じることができるような装置になっています。でこういったものを作ることによって例えばこの自動車の乗り心地をどのように設計したらよいかというようなことを研究するために使っているわけです。 で今度はですね、まあ、傾けるというような話ではなくってもっとまあ単純な考え方で人間をにカスゴド感を体験するというようなことがあります。でこれの場合にはロボットアームの先端に座席をつけてしまってでそれでまあ人間を振り回してしまうということによって、まあ、この人がジェットコースターのような体験をするということになります。 でこれ実際ですね、製品にもなっているようでロボコースターというものもあるんですね。で大型の産業用ロボットに、この場合には二人乗りですけれども座席をくくりつけてやって、それでジェットコースターのような体験を楽しむというようなものになっています。まあ、映像で見るだけ,だけでもです、ね、相当怖いんですけれども、ぜひ YouTube 動画の方で見ていただければというふうに思います。でここでですね、まあ、非常に、まあ あのちょっとした参考程度なんですけれどもシリアルリンクとパラレルリンクということに少し着目しておいていただければと思いますでシリアルリンクっていうのは要は、まあ、リンク機構このロボットアームの機構の形というのが1、まあ、列に並んでいるようなものですでそれに対してパラレルリンクというのはそれが並列になっているようなものですでは見ていただいて分かると思うんですがシリアルリンクというのは大きな動きを出すのには非常に向いています それに対してパラレルリンクというのは大きな力を出すのに向いているということになります。ですので人間一人だけを動かすという場合にはもしかしたらシリアルリンク型の大型の産業ロボットがいいかもしれないと。それに対して例えば自動車も含めたようなものまで動かすという場合には普通はパラレルリンク機構を使うということになります。 で乗った感覚を提示するということではです、ね、まあ、先ほど自動車の例を挙げましたが、他にも、例えばバイクに乗ったような感覚のものであったら、例えばもう、もはやそういうものはゲームセンターに入っていたりします。また、この授業でも初めのほうにお話したあのパラセーリングのようなものも、あれもまあ,ある種の登場感覚と言えるかと思います。でここではです、ねまあ、少し変わり種の研究としまして、いわゆるパーソナルモビリティ、 に人が乗るというような状況においてまあ、行動その動きというのを制御する研究をちょっとご紹介しておきますで、これハンガードライブという研究なんですけれども何をやっているかというとやはり腰のハンガー反射ですで、狙っているのは何かというとこういったセルフバランスングのトランスポーター要は人が乗ってそれで動くようなこういったようなものを なんとかコントロールすることができないかというようなことになります。で、すでにお話したように腰のハンガー反射というのはかなり効率的に出すことができてそれで歩行の制御をすることができるというのはすでに示されていた示していたんですけれどもで実はこの腰のハンガー反射というのとパーソナルモビリティを組み合わせてやると実は 乗っている最中パーソナルモビリティに乗っている最中にその動きを右や左に制御することができるということが分かりました。で、これが実際にそれをやっているときの動画です。ちょっと見てみてください。で、これ半ン反射を体験しているときの様子ですね。右や左に腰の動きを制御することができると。で、それとこのパーソナルモビリティを組み合わせてやると、 ごく自然に右や左に曲がるということが実現できるということです、はいまあ、腰が曲がるということはそれと同時にまあ足もまあ回,る回るわけですねつまり足が不安定な状態あの こういったモビリティに乗っている時は足が不安定な状態ですからその状態で腰を曲げると足も曲がってくれるとこのモビリティに乗っている人の足も動くということでこういった形で制御することができるということになります。はい、今日の最後のトピックとして今度はこういった移動感覚に関して巨大化を避ける試みについていくつかお話ししていければと思います。 で要はですね、これまでお話ししてきた移動感覚というのは歩行感覚に白乗っている登場感覚にしても、まあ、非常に巨大なものになりがちなわけですね。でこれはなんでこういうふうに巨大になってしまうのかということはえなぜかというと、まあ、あの本質的には前提期間が外に露出していないからです。で要はは前提間隔というのは 視覚や聴覚や触覚と異なって感覚器が外に露出していない頭の中にあるわけですねなので視覚や聴覚とかの場合にはディスプレイというものを持ってきてそのディスプレイによって提示するということができていたわけですけれどもですけれども前提感覚というのに直接的に感覚を提示するということがなかなかできないなので何らかの まあ物,理情まあ、物理的な刺激から何らかの情報を抽出して提示するというエッセンスだけを取り出して騙すということが難しいなので実際に前提感覚器官を反応させないといけないので結局のところ体を本当に動かすしかないということになりますだからこのくらい大掛か,かりなことになってしまうわけですねでそれに対して 前提を外部から刺激してやればいいんじゃないかということが一つ考えられます。で実は前提期間というのを外部から刺激する方法というのは古典的に知られています。一つは温度刺激です。でこれ何かというと耳に水やあったかい水を流し込むんですね。で流し込んでやるとその温度変化が伝わることによって実は神経活動が生じるということが知られています。 でこれカロリックテストというふうふに言われてまして、これぜひこの動画を見てみていただきたいんですけれども、眼振というのが起きます。目がプルプルプルっと震えるような状況になるんですね。でも、そういうわけで、温度刺激によって、前提感覚というのをちょっと狂わせるということ自体はできるんですが、ただ、まあ、あのどっち方向に感覚を省エさせるというのはなかなか難しいです。でそれに対して、電気刺激を 耳の周りに対して行ってやることによってやはり前提機関をまあ刺激するということができることが知られていますでそういった前提電気刺激というのは実は医療・医療の分野では実際に使われていたんですけれどもそれをまあバーチャルリアリティやインターフェースの分野に取り込んだ人たちがいますでどういうことをやったかというと 耳の部分に電気刺激を与えてやるということによって例えばこの左側の動画では何をやっているかというと人間をコントロールしててやややるる右や左に傾けひい,ううい,いてはそれをやってやることによって人間が歩いている時に右や左に動きの方向を変えてしまうというある種の人間リモコンみたいな状況というのを作ることに成功しています是非これも動画を見てみてください。 で左側のものがそうだとして右側のものは何かというと今度はそういう右や左に傾けるという動きを非常に早くやってやるということをやっていますで早くやってやると何が起きるかというと実際には人間はそこまで早く右や左に首を触れないわけですねですのでこの人はどう解釈するかというと実は世界の方が動いたと いいいうふうにに世界の方が触れているというふうに近くしますですのでこれによって例えばこの世界の揺れというのを体験させてやってその上で例えば音楽と同期させてやったりするというようなアプリケーションを提案したりしています。で今度はですねなるべく安く作るというような考え方に関してちょっとお話ししておきます。でこれ非常に有名な研究なんですがハプティックタークという研究です。 でこれもぜひ動画の方を見ながら聞いていただきたいんですが何をやっているかというと人間ヘッドマウントディスプレイをつけている人間を何人かで支えているというそれだけの状況を作っているんですね。その上で何をやっているかというとこの人が見ているバーチャルリアリティ映像の世界に合わせて周りの3人なり4人なりが協力してこの人を動かすということをやっています。 つまりこれまで必要だったアクチュエーターを人間に置き換えるという研究なんですね。である意味非常になんというかあの学生コンテスト的なアイデアかなというふうな感想を持たれる方もいるかもしれません。ただこれがです、ね、非常に面白い。何が面白いかというと、そうやってアクチュエーターを人間に置き換えたというだけではなくて、実はこれ、 周りの人間にとってもある種のエクササイズになっているしエンターテインメントにもなっているんですねつまり周りの人も協力し合ってこの人を動かすということが十分楽しいわけですですのでそこにも一つの価値があるということを発見させた研究ということになりますですのでこの後、まあとこういった研究に非常に触発されたような研究というのは非常に増えました でこの研究はまあ我々のところでやった研究なんですが実はやはりそういったハプティックタークのような研究に触発された研究の一つになります何かというと、まあ、エレベーターというのは実はどこにでもあるとでこのエレベーターを使ってやると、まあ、当然ながら上下方向に動くような感覚というのが感じることができるでそれとヘッドマウントディスプレイの映像を組み合わせてやろうというような研究です ただそれだけだだだけけと上がったり下がっったたたりり下なんですねただ実はこの研究のポイントは何かというと実際に物理的には下に下がっている時にその加速度のタイミングに合わせて映像を上げてやるということをやっても実は人間はほぼ気づかないんですねタイミングがぴったり合っていればほぼほぼ気づかないです ですので、実はこうやってエレベーターを下げる、上げる、下げる、上げるということで往復運動をさせておいてそれで映像的にはずっと上がり続けるというようなことが実際に体験できるんですね。ちなみにこれ実際に日産号館のエレベーターをラジコンサーボで制御して実,験実際に実験してみた様子です。 でまあ、そういった形でですね、まあ、実際に世の中にあるインフラストラクチャーに対して、バーチャルリアリティのヘッドマウントディスプレイを組み合わせてやるという試みは非常に多く行われるようになっています。例えばこれはジェットコースターにヘッドマウントディスプレイを組み合わせたようなものです。ぜひ動画の方で見てみてください。で、これ最後になるかと思いますけれども、まあ、我々の方でやったまた別の研究で、自動車、 ににヘッドマウントディスプレイを組み合わせるというようよなな研究になります特に電気自動車を使ってやることによって動きが普通の自動車よりも機敏に動くんですね。でその動きとバーチャルリアリティ世界というのを組み合わせてやる例えばこうやって何か物にぶつかっているという衝突の感覚というのを動きを再現するということができたりしています。はい。ということで今日は 前回よりは少し短かったですけれども移動感覚インターフェースについてのお話をしましたで少し大げさな言い方をしましたけれどももしかすると VR というのの構築のための、まあまあ、最も難しい課題のうちの一つかなというふうには思われますで、まあ、あの歩行感覚に関しては問題の半分はハプティックスなので、まあ、前回と共通する部分もあったかなというふうに思いますでまあ 移動間隔インターフェースが大掛かりになるということの本質的なポイントというのをよく理解しておいてください前提間隔というのを外部から刺激しにくいということで実際に提示する巨大システムになりがちだということですでただですね今日の話の途中でもお話ししたように、まあ、実応用ということで考えてみるとこういった移動間隔のインターフェースというのはあんまり必要ないという場面も非常に多いかと思います 例えば遠隔地のロボットをリモコンで操縦するというような場面を考えるときに必ずしも本当通りに操縦者の体が揺れ動く必要はないわけですね。ただ VR ということでこの映画などの世界 を再現したいといとううような世界,という世界を再現するということを考えた場合にはやはりこういった移動間隔インターフェースというのは重要になってくるかなというふうに思われます。いということで今日の小テストについてはこれはこ,こに書いてあるとおりですのでまあ期日までに提出するようにしてください。 で今日の授業の話し始めにもお話した通りこの後は皆さんのプレゼンテーション動画というのを皆さんで評価するというフェーズに入っていきますので、まあ、忘れずに準備しておいてください。以上です。